さあ今回も始まりました、ミカサッカーナビ、ミカサッカー。番組 MC の森光七瀬です。この番組は広島のサッカー界を応援しようと、社会人や学生、ジュニア、キッズなど幅広いサッカーに関する情報をお届けしていきます。コメンテーターご紹介しましょう。広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、今年初の収録でございます。令和4年もよろしくお願いします。この年末年始はいかがお過ごしですか？はい、いやもう全然あれです、何もなかったです。何もなかったですか？特別なことは変わり映えしないお正月だったですけどね。何かこう食べたり飲んだりされました？そんなにはね、たくさんは飲んでないですよ。あ、たくさんは飲んでないんですか？普通です。でも宗政さんにとっての普通がちょっとどの程度なのかっていうのが、人並みです本当に。じゃあこうなんとなく過ぎていった、なんとなくのお正月だったですね。あ、そうなんですね。はい、さあ宗政さん、まず、まあ、今年最初の話題なんですけれども、この年末年始、広島のサッカーチームが全国で大健闘しましたよね。たくさん大会がありました、ご紹介していきましょう。まずは2021年度皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会で、初出場のサンフレッチェ広島レジーナが準々決勝まで進出、ベスト8に入る好成績を残しました。素晴らしかったですね。そうですね、やっぱり惜しいなというシーンがたくさんありましたよね。ちょっとね、あの点が入らなかったですけどね。そして JFA 第45回全日本アンダー12サッカー選手権大会で、広島代表のシーガル広島も決勝トーナメントで準々決勝まで進出、ベスト8に入りました。そして前回の情熱イレブンのコーナーでご紹介しました AICJ 高等学校女子サッカー部は、全国制覇を目指して第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会の全国大会に挑みました。こちらも1回戦2回戦と勝利して準々決勝まで勝ち進みましたが、宮城県代表の時和に学園高校に1対0で敗れ、こちらもベスト8と。惜しかったんですね。ねえ、惜しかったですね。接戦だったということなんですよね。まあ、本当に全国制覇を目指していたということで、悔しい思いもあったと思います。ここで素晴らしい戦いを見せてくれた AICJ 高等学校女子サッカー部の引田主将にコメントをもらっていますので、ご覧ください。去年一昨年と初戦敗退していたので、3年目にして初戦突破でき、ベスト8という結果を残したのは嬉しかったんですけど、やっぱり自分たちの代で日本一を取りたかったっていうのがあって、自分たちのテーマである紡ぐ日本一へのストーリーを完結したかったので、とても悔しかったですが、この悔しい思いを後輩たちが来年晴らしてくれると思うので、来年は必ず日本一を取って、じゅんさんを胴上げしてほしいです。そしてチームは新キャプテンのもと新たに動き出します。3年生と2年間一緒にプレーしてきた自分たち2年生がしっかり後輩たちを引っ張っていって、全国制覇という目標を掲げられるぐらいに成長できるように頑張っていきたいです。ここで引田さんから和田さんへ、キャプテンの心得を伝えていただきます。チームをまとめるときに大切にしてしとったことを教えてほしい。チームをまとめるっていう意識でやるんじゃなくて、チームの方向性を同じにして、今自分たちが日々やっている短期目標とか個人の短期目標をこれからも続けていけば、来年は絶対日本一になると思うから、日本一のキャプテンになれるように頑張ってね。ありがとう。いや、引田キャプテンの悔しい思い伝わってきましたが、後輩へいいパスがつながったんじゃないですか。そうですね、はい、微笑ましいですねキャプテンの心得として、そのまとめようと思うんじゃないんだよっていうのが、すごく的確だなと思ったんですが、その通りですね。やっぱりサッカーというのはチームを一つに同じ方向を向くというのが大事なんですかね。大事ですね、やっぱり同じ方向を向いてやっていくということはね、大事だと思いますよ。ぜひこの悔しい思いを和田キャプテンたちと一緒にまた新体制で叶えてほしいなと思います。それでは今日の
のラインナップです。サンフレッチェ広島レジーナを応援するゴーレジーナは、日本女子代表としても活躍したフォワードの上野真実選手にプレーの強みやプライベートについても聞いてきました。広島県サッカー協会からは、1月上旬に開催されたトレーニングセンター広島女子アンダー12の合同練習の様子や、昨年末に行われたキッズ巡回指導の様子をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずはサンフレッチェ広島レジーナを応援するゴーレジーナのコーナーです。このコーナーでは月替わりに選手をご紹介しています。今回ご紹介するのは熊本県出身の25歳上野真実選手です。上野選手は2015年から愛媛 FC レディースでプレーし、なでしこリーグ2部時代には最優秀選手賞を受賞。2017、19、20年には日本代表選手にも招集されました。そして去年サンフレッチェ広島レジーナに移籍し、攻撃の要として活躍されているフォワードです。まあ、レジーナの中心選手というイメージがありますけどね、やっぱりあの期待されている方多いんじゃないですか。そうですよね、うん、やっぱり日本代表のプレーをレジーナの選手にもこうどんどん浸透させてもらいたいところですよね。どんなお話を伺ったんでしょうか。ではこちらご覧ください。サッカーを始めたのっていつからですか？4歳、5歳ぐらいです。幼稚園生の頃、自分兄がいるんですけど、まあ、兄がサッカーしている姿を見て、まあ、自分もやりたいなって。最初始めた時どうでした？ボール蹴った時は。ボールを追いかけるだけで楽しいっていう感情でやってたので、それが今もずっと続いてるっていうのはなんか不思議ですね。その頃の楽しさと今の楽しさ、じゃあどうですか？変わらずですか？やっぱりサッカーは楽しいなっていうのを常に感じながらやってますし、まあ、その中でこう勝負にこだわって、まあ、今こうやっているので、まあ、そういった難しさとかもあるんですけど、まあ、本当にシンプルに面白いなっていうのはあります。子どもの頃練習してた時って何を一生懸命やりました？これ頑張ったとか。家のもう目の前が公園だったので、もう兄とずっと1対1ひたすらやってて、まあ、お互いこう負けず嫌いになったので、もうどっちかが勝つまでみたいな、もう永遠に1対1やってましたね。じゃあ常にボール触ってた感じなんですね。はい、サッカー選手になりたいと思ったのっていつ頃なんですか？まあ、中学からはやっぱりサッカーが2000年してて、まあ、その中で、まあ、女子の、まあ、金さんたちがワールドカップ優勝したっていう時とかは、まあ、すごく刺激をもらいましたし、まあ、自分も大きな舞台で活躍したいなっていうふうには思いました。今年から WE リーグ始まって、プロにレジーナに入ってプロになったじゃないですか。こう生活とか気持ちの面ではどうですか？まあ、まだまだこう知ってもらえてない部分もたくさんありますし、まあ、サッカー、まあ、ピッチ外でもやっぱりそういった行動を起こせるような選手にもなっていかないと、まあ、プロの選手としては、まあ、それが大事になってくるかなっていうふうに思います。上野選手は代表の経験もあるじゃないですか。各年代でいろいろ代表ってどんな感じです？すごい自分をこうアピールする場でもありますし、まあ、みんなの熱もすごいですし、まあ、そういったこう日の丸を背負う責任だったりとか覚悟っていうのは、まあ、本当にみんな素晴らしいものが伝わってくるきますね。でもこの代表でもらったこういい部分だったりするのをどうやってチームに還元したいなって思います？そうですね、本当にいろんな選手がいる中でプレースタイルだったりとかいいものを学んだ後に、やっぱりプレーでこう表すことも一つだと思いますし、いろんな選手に声をかけることも大切かなっていうふうに思います。上野選手って本当こう涼しい顔をした感じで何でもできるっていうイメージなんですけど、他の選手から何て言われます？なんかこんな感じだねみたいな。練習中になんかシュート決めた時とか、うん、もうちょっと喜べよとかなんかいろいろ言われますね。はい、クールぶんなとか言われます。うわ、そうそう、ちょっとクールな感じが。そんな
クールってはないんですよ、普通にしてるだけなんですけど、うん、みんながなんかそう言ってくるんで、はい、どうしたらいいんだろうっていうのはありますけど。え、自分の性格どんな感じだと思ってますか？まあすごくマイペースで、綺麗好きっていうか、自分 B 型なんですけど、まあ、みんなになんかよく A 型って間違えられるぐらいの。え、じゃあ部屋も綺麗なんですか？まあ身の回りはまあ綺麗にしたいタイプです。へー、じゃあ常にいつでも部屋誰でも来れる？あまりあの入れたくはないあまりウェルカムじゃないでもチームメイトのとこ遊びに行ってますよね？自分からは行きます、うん、けど別にあの家にはよくあの松原志保に、はい、マイさん家行きたいみたいな言われるんですよ、うん、いや大丈夫大丈夫って断ってます。え、誰か来た人います？選手で山口とゴヤとか、春菜さんとリカさん、はい、葵も来たかな。お、来てるじゃないですか。でも一瞬だけですよ、なんか寄って帰るみたいなぐらい、はいはい、それ以上は入れてないでもそんなに呼んでるけど松原修馬選手は入れてあげないですか？何かダメですそれ何ですかなんかもううざがらみがすごいんですよ。もうなんでもう大丈夫大丈夫って言ってますでは最後、子供たちがこれからプロになりたいと頑張ってる子たくさんいるので、アドバイスもらってもいいですか？最後に。はい、まあ、まずはこうサッカーを自身をこう楽しむことっていうのは、まあ、大事だと思いますし、まあ、サッカーしていく中でやっぱり仲間との出会いっていうのはあの本当に大切なので、そういった仲間を、まあ、大事にしていけれるように、あの、まあ、今後も頑張ってほしいなと思います。インタビュー中も終始クールだなという印象でしたけど、なんか表情にやっぱりこれまでの経験の自信っていうのを感じました。なんか意志が強そうですね。ですよね。なんか必ずなんかこう活躍するような雰囲気がありますよね。オーラがありますよね。でもあのゴールを決めたとしてもあんまり喜びを表現しないというふうに言われてましたが、クールですもん村正さんはどうだったんですか、ご自身がゴールを決めた？クールです。あ、クールキャラ。クールです、クールです。もうそうですか。いや、なんかもうちょっとこう豪快に喜ばれるのかなと思ってたんですけど。普通です。でも B 型なんですね。でもなんかあのこうマイペースな印象ありますね。マイペースな印象、綺麗好きなんですかね。なんかそういう風に言われてましたけど、まあ、でも上野選手の性格はそうなのかなと思ったりしたんですけど、A 型は几帳面とか言うじゃないですか。あ、よく言いますよね。別に B 型が几帳面じゃないということじゃないんですけど、うん、まあ、A 型だったら几帳面とかっていうんで、はい、関係あるのかなと思ったんです。あ、でもまあ、ね、上野選手みたいに B 型でも几帳面な方はいると。まあ、あんま関係ないんでしょうね。そう、そういうことでしょ。性格とかこれまでの経験が、そういうことにしましょう。はい、まとまりました、はい、ここまでゴーレジーナのコーナーでした。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ、全部受け止める。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。さて、続いては広島県サッカー協会が主催した2本を続けてお送りしていきます。まず1つ目は今年1月上旬に行われた 2021JFA トレーニングセンター広島女子アンダー12の話題です。トレーニングセンターとは各チームから選抜された選手たちの合同練習のことで、この日は県内の小学生女子チームを対象に行われ、およそ50人が集まりました。指導するのは広島県サッカー協会第4種委員会女子部の皆さんです。まあ、選抜っていうところもありますけど、一箇所にそういった優秀な選手を送り込んでいただいて、でそこで刺激をし合うっていうところが一つの目的です。あの、自分のチームでこう感じられないものとか模範になるような選手もたくさんいるので、そういったところを持って帰ってもらって自分のチームに広めていただくというのが目的です。今回の練習のテーマは
守備の強化です。これは去年行われたトレーニングや練習会で出た課題に対するもので、個々の守備の能力を高め、相手のボールを奪う技術を磨くことを目的としています。選手たちは普段とは違う環境や練習メニューの中、少しでも技術を習得しようと懸命にトレーニングに取り組んでいました。仲間も増えて楽しかったです。上手い子たちを見て自分もこういうプレーをしたりしたいなと思いました。いつもはチームで女子一人なので、みんな女子でやれてよかったです。みんな上手ですごかったです。今日やって上手いことが中心にできて勉強になりました。最後はこの日学んだことを実践で活かせるようにするため、練習試合でトレーニングを締めくくりました。女子の活動もだんだんこう盛り上がってきてます。で、技術的にも体力的にもだんだん本当上がってきてますので、そこの小学生の年代の4種 の、 その広島県の女子の選手として、まあ、中国地域なり全国なりっていうところにそこに到達追いかけていきたいっていうのがまず一つですね。サンフレレジーナ、まあ、今活動している選手とかがそういう、まあ、プロの選手をこう、まあ、育てるんではないんですけど、そういったところを目指す環境が今あるので、そういうところをしっかり目指してそういうところに選手が送り込めたらなとっていうのは、まあ、長期的な目標ですけど、はい、県内の選ばれし50人が集まって練習するということで、いろんな刺激を受けたんじゃないでしょうか。このそもそも4種っていうのが小学生を意味するんですか？3種が中学生でしょ、はい、で2種が高校生、うん、1種が、まあ、大人ですよね、はい、大学生とか社会人ですよね。こう段階が分かれてるんですね、はい、だから他の種別でもこういったトレセンっていうのが行われてる、小中高とあります、ね、トレセンっていうのが、はい、だからその日本サッカーの、まあ、強化とか発展のためにまあその将来日本代表選手、そういう、まあ、ダイヤモンドですね、要はそういう選手を、まあ、発掘、そういうシステムなんです。だって今もこの小学生の時点 でプレーが上手い子もたくさんいましたもんね。まあ、上手い子が集まってますから、うん、まあ、そういう子を集めて要はもう切磋琢磨させて、まあ、レベルを上げていくっていうのがもうこの狙いなんですよね。そして今は本当になんか広島県も女子の文化がすごく根付いていますし、女子はね盛んですよ広島は。ああ、そうですね、全国的に見ても、ということですか、女子サッカーのメッカにしたいなと思ってるぐらいですから。ああ、まさにだってレジーナもありますし、うん、ウィーリーグも開幕したということで、はい、皆さんもこう目指すものがあるっていうのは強いですよね。そうそうそう、大きいですよそれは、はい、それが同じこの広島県内にあるっていう、はい、はい、また強みになるかもしれないですね。でトレセンっていうのはね、チームを強化するんじゃないんですよね、はい、個人を強化する、個々の能力を上げるっていうことですね。やっぱり世界に出た時にやっぱりまあどう言ったんですかね、個人で戦ってやっぱり結果を出さなきゃいけない場面がたくさんあるんですよね、はい、そういった選手をやっぱり作り出していかないといけないということで、トレセン活動をやってるわけなんですよね。本当にこれからどんどん力をつけて、そうそうそうね、将来のレジーナの選手になってほしいなと思ったりしましたね。皆さん日本を代表する選手をね、作っていこうということですね、はい、はい、ぜひこれからも頑張ってください。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう、これまでに流した涙はどこに行ったんだろう、
でに流した全ては君の中にある。全部出せ、全部受け止める、共に世界へ。アルムンド、ミカサ。さて次の話題は、この番組でもお知らせしていましたキッズ巡回指導が去年末県内の各地で開催されました。これはサッカーの楽しさを子どもたちに知ってほしいと、サッカーの指導員が保育園や幼稚園などを訪問し、直接サッカーの指導を行うというものです。この日は広島市南区にある秋幼稚園の園児110人がクラスごとに分かれてサッカー体験をしました。名前はヒロコーチって言います。巡回指導ではサッカー経験の少ない園児たちにも楽しんでもらおうと、サッカーの基礎となる足腰の運動のほか、ボールを運ぶ練習や蹴る練習など、ボールに親しめるようなメニューが組まれました。ゲームを行いました。園児たちはこの日学んだことを生かしながら一生懸命にボールを蹴っていました。入れたところが楽しかったです。いや、園児の皆さんとっても可愛かったですね。癒されました。コメントが良かったですねみんないろんな思いを抱いてるんだなというのが分かりましたね。この指導で使用されたボールは三笠さんが提供されたもので、園児たちでも扱いやすいように小さくて柔らかいもの、カラフルでしたよね。実際にちょっとお持ちしたんですが、こういったボールになってます。色もカラフルで素敵ですし、何より柔らかいんですよね。宗政さんもぜひ。あ、これだともう全然大丈夫ですね。顔に当たろうが当たってやろうがもう全然大丈夫です。これね、安全ですよね。うん、全然ご心配いらないですね。これ普段怪我のないですね。ねえ、ボールと中高生が使うようなボールとまた全然違う。安心してプレーできます。まさにこう園児の皆さんもさすがいいボール使いますね、三笠さんさすがですね。いろんな技術を結集してということですもんね。このキッズ巡回指導はですね、去年春頃に計画されていたんですけれども、コロナ禍ということで、11月からの開催になったんですよね。またちょっと陽性者が増えてきたということで、今のところちょっと落ち着くまでの間開催はしばらく見送るということです。また再開の目処が立ちましたら、この番組でもお伝えしていきます。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ、全部受け止める、共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いてはハイファーアウォーズ2022についてです。広島県サッカー協会では、その年に活躍した広島県のチームや選手を表彰するハイファーアウォーズを開催しています。例年は表彰式という形で実施していましたが、今年も去年に続いて新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から番組の放送という形で実施することになりました。残念ですね。そうですね、会場でね、開催できると思ってたんですけれども、ちょっと残念ですね。これは実際にどういった選手の皆さんが受賞する賞になるんですか。去年
1年間通して最も活躍した選手にこう渡す賞ですね。じゃあ本当にかなり名誉な賞といいますか、輝かしい賞なんですね、はい、そうですね。ただね、こう直接こう受賞式がないと、うん、こう何て言うんですか、もらった実感が湧かない選手もいるかもしれないですもんね。直接こう渡したいですよね。そうですね。また来年こそは実現できたらいいなと思いますね、はい、そうですね、はい、ですがこれは放送がありますので、はい、皆さんに見ていただけます、はい、ハイファーウォーズ2022の放送はご覧の日程で放送いたします。ぜひご覧ください。さて宗政さん、はい、2022年の放送も始まりましたけれども、うん、はい、今年の抱負ってありますか？まあ、大変なんですけど、やっぱり、まあ、今段階ではコロナの感染予防対策をねしっかり行って、まあ、活動していかなきゃいけないなということは思ってます。ただその暗い、ね、気持ちにならないようにやっぱり明るくやりたいですよね。そうですね、うん、やっぱりあの広島、まあ、サッカー王国ですので、今まで以上にねサッカーで盛り上がるように、まあそれは私の仕事でもあるんですけれども、まあ、精一杯頑張っていきたいなというふうに思ってます。ね、いろんなイベント大会もあると思いますので、私も楽しみにして盛り上げましょう。そうですね、はい、この番組を通して応援していきたいと思います、はいはい、ではお決まりのあのポーズで締めましょうか、はいはい、では今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。せーの、イカサッカー。